ミャンマーの大統領はミャンマーの原主たる大統領である。2021年の軍事クーデター以降は人事が流動的になっており、クーデター勢力と反クーデター勢力がそれぞれ異なる人物を大統領と認識している。1947年制定の初代憲法では、大統領は民族代表員と地域代表員の議員によって選出され、 行政権を有していた。助言を与える補助機関として、首相と国務大臣からなる連邦政府が存在し、首相は会員の指名に基づいて大統領が任命し、国務大臣は首相の指名に基づいて大統領が任命した。任期は5年で各主要民族から順次選出される不分立があった。 1962年から1974年までの間、ビルまでは軍事政権の最高決定機関である連邦革命評議会の議長が大統領の代わりに国家元首職を務めていた。1974年制定の第二大憲法では大統領は国家を代表する存在で国家評議会の議長が大統領に就任することとなっていた。 1988年以降は、軍事政権の最高決定機関である国家、平和発展表議会の議長が、大統領の代わりに国家元首職を務めている。2008年に制定された現行憲法の規定により、大統領と二人の副大統領が、連邦議会によって選出されることとなった。なお、任期途中で大統領が辞任した場合には、 第一副大統領が一時的に大統領代行となり、7労働日以内に連邦議会で公認の大統領を選出しなければならない。2021年のクーデター以降、大統領職の扱いは、クーデター勢力と反クーデター勢力とで対応が分かれている。クーデター勢力のミャンマー国軍は、第一副大統領の民生を大統領代行としながら、 憲法417条の規定に基づいて非常事態宣言を布告した際に国政の実権を国軍総司令官のミン・アウン・フラインが就任した国家行政評議会議長へと移管している。一方の反クーデター勢力は3月2日に発足した連邦議会代表委員会の臨時内閣及び4月16日に発足した国民統一政府が いずれもクーデター以前の大統領であるウィンミンを引き続き大統領としている。だが、クーデター以降はウィンミンの身柄が国軍に拘束されているため、副大統領職を務める人物が権限を代行している。ありがとうございます。